お仕事終わってのんびりしてました。こんにちは。6時くらいまでショールームしようかなと思います。ピクミンはしましたから、しました、してお昼寝して疲れちゃったのでショールーム始めました。なんかめっちゃ目使うから超疲れちゃうんだよね。で今日はなんか前髪ないデーです。今日のご飯はロールキャベツ。私何だろうってかあれなんですけど、自分でしないといけないんですけど、お腹すいたな。ランドの写真可愛かったでしょ。今日も載せます。眩しい。生姜焼き、私何がいいかな。昨日鍋にしたのね、だからって感じ。やっと聞かないと聞きました。どうだった？手が乾燥しすぎて。猛烈に眠いだって。寝ましょう。私も寝ま20分くらい寝ました。したらめっちゃいい気分。でも多分それ以上寝すぎるとあれになっちゃうから。ついに熱出ました。だって大丈夫か。昨日飲んできました。こんにちは。だってこんにちは。マジでピクミンしたらめっちゃ目疲れる。私3時間くらいしたからめっちゃしてたんだよね。帰ってめっちゃ今も疲れてる。勉強更新が終わってだって。変な顔したのに可愛いが来た。コージありがとう。
ニチプシューマニアさん、ヤスさん、トシさん、ニコラス、ドマさん、シロミフライ、ナツキくん、ソウさん、ハシムッチ、ナーハちゃん、リツーさん、イチゴちゃん、イチゴさん、最強さん、ガオ、インパニー、ありがとう。シュラミフライ、ありがとう。そう、聞かないと気を引いた方いると思うんですけどね。フォロワー何人まで増えたかな。わ、すごい842人まで増えてるえ、すごくない？842人まで増えました。え、だからさね、ラジオ聞かない人にメール送っていました。って採用されるか分かりません。ありがとう。あの一番星ぜひ皆さん狙ってお便り送ってみてください。お便り送ってみて。1000人まですぐ行くんじゃない？だって行くかな。でも私ね、昨日頑張ったと思う皆さんまだね、今日も言うけどラジオ聞かないとフォローしてないよって人はツイッターフォローしてください。よろしく。ご機材アカウントでしとこうラジオ聞かないと。オフィシャルアカウントでも話しといた今私が843人になった。だって昨日さ800いくらだったっけ。800ねえ、あれだったよね。700だったよね。800いなかったら。そうそうだよね。いっぱい拡散しますだった。ありがとう。だから50人増えたの1日に。すごくないいや皆さんありがとうございます。本当にわー、一番星当たり確率だって。一番星はでも普通歌もそのコーナーの取れ高次第では普通歌の紹介もすること結構あるので、全然普通歌で普通の便り送ってもらっても全然いいと思います。てか一番星狙えるんじゃないかなって思います。そうそうそう、でも多分おきさんの格言より簡単よ。それ理論には
大きいの格言はむずい、あれ絶対。うん、え、フォローしてきましたらって、ありがとう。ラジオ聞かないとフォローしてください。これフォローして、私やっぱ初めての方がもらえるよ、あんまりね、あの何、皆さんがもらえるようにはしてるよ。まあ、盛り上がった内容があったらそれにやっぱするけど、あ、初めての方とかはやっぱ送れるようにはしてますね。最近めっちゃ鼻水出る、風邪？これは。風邪かしら。こんにちは、こんにちは。熱はない、気をつけようね。うん、今週18、19って公演です。21は三角定規もあるから気をつけます。本当に ねえ、風邪予防の薬とかってないの？そんなものはない。風邪、でもそんなものあったらみんな飲むか。いつかでも開発されそうだよね、風邪があんまり効かなくなる薬とか始まりそうじゃない？カッコン糖？何それ？え？オレンジのやつ？なんかお腹空いてきたな。飲み薬？うわー、私これ嫌い。いのちゃんどこの醤油使ってるのって。
蜂蜜は鼻に効きます。そうなの。私目がシャバシャバする。やだ。私ね粉飲めないの。マジで飲めないの。嫌いなの。でもなんかすごい体調悪い時があって、でも公園出ないといけなくて、そう私のポジション覚えてる子はいないから出ないといけない時に、そういうなんか解熱剤みたいななんか効くやつが粉しかなくて、やっぱ粉が一番効くんだって、早く溶けるし、だから粉を飲まないといけなくて、そうめっちゃ飲ませられた。これ飲んだら良くなるからって言われるんだけどさ、でもさめっちゃ苦く、私未だ苦くてもう大変だった。解熱剤か、解熱剤かと思った。解熱剤っていうもんないのね、それは。解熱剤ゼリーに混ぜて飲もうだって。でもなんかもうすぐに飲んですぐ寝て、あと2時間後公演、リハーサル終わって公演だからみたいな時だったから、もうゼリーとかを買いに行くね、行ってもらう時間があったらもう飲んだ方がいいよって言われる感じだったから。でも去年の話よ、去年の8月くらいか。あとあれが美味しくなさすぎてびっくりした。なんだったっけ、 OS1 なんだっけ、水、あれ本当に美味しくなかった。でもなんか美味しい、その体調が良くない時くらいにあれだよね、確か美味しく感じるやつよね、結構。あれはね本当にまずかった。そうだから私はポカリだったね。ポカリかなんか、なんか飲みましたけどもう記憶なくて、あそれか飲み送り出なかった時かな、飲み送り8月だかな、8月だった気がする。おだちゃんの卒業公演だったんだ。そうだから絶対入れたくて、なんか食当たりしちゃったんだよね、なんかに。でも何かがそれ未だに分からなくて、何だったんだろうね。青じゃなくて水色のポカリが好きで、そんなのあるんだ。へえ。私多分青だったかな。ポカリ甘いですか？だって甘、でも私はそんな美味しいと思うよ。あのコンサートの時とかもポカリとかアクエリアスかな用意されてて、やっぱ飲むと美味しい。今とか飲みたいと思わないけど、コンサートの時とかはやっぱ飲むとめっちゃ美味しいね。37度から38度くらいの時が悩みますだって。確かにさ、でも基本的に私本当に風邪ひかなくて、そう
意外に健康ちゃん。健康ちゃんよ。ポカリ4ウォーター。なるほどね。ポカリ。なるほどなるほど。お腹すいた。今日もかわいい。ありがとう。そうね、学校の時は休めるけんラッキーと思ってたけど、今はきついし休むの嫌だから健康が一番。確かに、ちっちゃい時もね、なんかラッキーとかみんなに心配してもらえるとか思うんだけどね、今はなんかもう風邪ひかずに健康でいれることがなんか一番って気がする。めちゃくちゃわかります。ちっちゃい時さ、嫌いな授業とかさ、嫌いな授業が集まってる曜日とかあるじゃん。そういう時さ、風邪ひかないかなとか思ってたんだけど、なかなかひかないよね、そういう時にはきって。こんにちは、こんにちは。なんかめっちゃ集中してたからかな、全然お昼とかまで花見で全然来なかったんだけど、ピクミン 2,3 時間集中しちゃったら、なんか次は鼻水が出るようになってきた。ドライアイだ。ドライアイになったら鼻水出るとかあるかな。コンタクト外そうかな。めっちゃ集中しちゃう、こうやってテレビ見た。しかもさ、昨日も女おしゃべり会でさ、集中してるので目をちょっと目使いすぎたんだろうね。もったいないけど。コンタクトを変えましょう。余ってるコンタクトちゃんを。鍋、私赤から鍋どこで売ってるの？私もゲットしたいんだけど。コンタクトレンズはつけたまま、CL 年取り立て王子さん、ひしみらこうさん、ブルーイングさん、なつきくん、カツトワさん、カエリューパパくん、オカモくん、ドマくん、ナナちゃん、トシさん、アイタカくん、ポッケくん、エウリカくん、ソウさん、テッちゃん、あれだ、こじゅった、ゆっくり出そうになった、ガオ、コウジ、アキヒロさん、キキちゃん、ニコラスくん、突然のみんなの訓読み、やすさん、としくん、ありがとう、シューマニアさん、ありがとう。ミスターマックスで買ったらって。ありがとうございました。
鼻水の薬買ってこようかな。う、暗くなる前に。よし、カッサンランペありがとう。では終わりにしたいと思います。13位がトシさん、12位がイチゴさん、11位がミンパリ、10位がガオ、9位がエリパパ、8位がエウリカ、7位がニコラス、6位がボーダー、5位がオカモ、4位がヤスさん、3位がトモさん、2位がコウジ、1位がハセボのてっちゃんでした。ありがとうございました。ありがとう。ぽよん、金曜日までね、良くなりますように。てっちゃんありがとう、配信ありがとうございました。6時2分、バイバーイ、ありがとうございました。またねー。